今日は21の対決をします。ジャック、ママから電話。あのみんなルール教えてあげるよ。さらにいけるし。フィリピンの伝統的な戦いですね。ルールはルールはなんだっけ、なんだっけ、決めたら決めたらなんだっけ、ゴールから跳ねてもしてもう一回打って入んなかったら次の人です。で、リングに当たった人はもう一回です。一回ワンバンついたら、そのワンバンついた場所からシュートです。フリースロー感覚で決めて、ワンバンついてシュートを決めたら、これで3点です。もし20の場合はリングの縁に当てて、あ、ダメだ、あ、当たった、うわっ、これが失敗例。リングの失敗例。リングのやっぱ俺最後あんのはい、俺が打つから説明して、リングの縁に当ててワンバンについて、そこから決めたら1点です。これが大丈夫だけど、先攻後攻でいいんだ。いい、勝った勝った。最初から3、バッター1本。一緒じゃないの。アウト。ボールマシです。あ、ちなみに私は3点です。あ、4か4 7です。アウト。あら、ヘッドオーク。3。はい。3。アウト。私は20なので、そのままリングに入れてしまうと2点なので、リングの縁に当てます。はい、ということで。
れたって言うんだろ。現状アウト。夢に奇跡なんて来ねえよ。邪魔だよ。何点トシ君？決めないと2回も、もったいないね。俺らな、やっと入ったし、奇跡は起こるのか。ダミ、奇跡は起こるのか。見せなかった。あら、ケントチャンスだぞ。おい、ザコが。俺だ、俺だ。今何点いくんじゃん。じゃあ、トシ君何点？ああ、何点というザコがおります。ボストンという。アウト。何点いくんぞ。現状アウト。10点だ。わーい、わーい。削った。
あれダブル？ダブルです。ダブルです。2点だけです。何点いけんぞ。15点です。あと。乗るな、かき。あんじゃ。あと。かっこいい。怒って。入んない。何点？17。アウト、ダブル。勝ちはいただきだぜ。まあ、健三負け。一緒、もう一トリックであげた、トリックであげた。チャンネル。こっちだよ、こっち。どれ？こっち。こっち。右、右、違う、そこ、違う、そう、健三、トシ君同じのとこ、違う、ここ、こっち。